会社名と名前お願いします。はい、ハニーガールの西上です。よろしくお願いします。早速なんですけど、はい、扱っているブランド教えてください。はい、まあ、いつも出させていただいているハニーガールの水着と、あと日焼け止めが2種類ありまして、うん、1つはオーストラリアの日焼け止めで、もう1つはインドネシアでオーストラリア人が作ってる日焼け止めになります。じゃあルーツはオーストラリア。ルーツオーストラリアですね。はい、そうですね。はい、で今回の、一押しは何でしょう。一押しは、まあ一応日焼け止めをご紹介させていただきたいんですけれども、うん、まあ、ご紹介させていただきたい最大の理由は、あの本当に化学薬品が一切入ってないんですよ、両方。で顔に塗るものとか体に塗るものってやっぱり海に流れていってしまって、本当に海を汚してるっていう研究が、結果が最近本当にいろんなところで出てきていて、まあ、サーフィンしてる人だったらそういうこともね、気にしていただきたいなと思いまして、そういう意味で一押しにさせていただいてます。本当に化学薬品なくて、はい、それでいて、日焼け止め効果がある、そういうことです。化学薬品使ってるから日焼け止めができるってわけじゃなくて、ナチュラルな、例えば鉱物とかで日焼け止めをできる成分っていうのは、まあ、昔から使われてるんですけど、それが死ぬほど入ってるんですよ。死ぬほど入ってるので、ちょっと塗っただけですごい効くし、赤くなったり痛くなったり絶対しないです。目にも入らないし、取れないですし。そこですよね、取れない、取れない、とにかくもう取れないです。目に入らない、痛くない、赤くならないっていう、いいことずくめ、いいことずくめですね。だって地球にも、そういうことです、うん、いいってことですよね。お魚にも、皆さんにサンゴにも、影響を与えないという、素晴らしい日焼け止めなんで、はい、ぜひ皆さんに使ってほしい。そうなんです、ね。はい、じゃあ最後メッセージお願いします。本当に地球と海を守るためにこちらの製品、まあ、別にこれじゃなくてもいいんですけど、変なものが入ってないものを使ってください、ぜひ。はい、そういうことですね。まあ、でも地球守ってます。はい、そういうことです。本当にお忙しいところ、いやいや、ありがとうございました。どうも、はい。